尺等家は山際翔子、高橋圭一、清水和夫による日本のバンド。2016年11月結成。ファーストライブは2016年11月10日、銀座ラウンジゼロにて。ファーストライブからいきなりお互いのポテンシャルの高さを感じ、3人のうち誰かが死ぬまで続けていこうと決意。2017年1月13日、セカンドライブ。その後、 オリジナル曲制作に入る。YouTube チャンネルにてオリジナルやカバーを発表。以上はメンバー全員着物を着用している。パッド・メセニーの自身名義3枚目のアルバム、入社トークアのシュトークアという響きをメンバーが気に入り、それに和の雰囲気を表すために漢字を当てはめたもの。英語表記は全て大文字のシュトークアとなる。2017年4月27日。 YouTube チャンネルにて、オリジナル。永遠の笑顔2017年4月29日。YouTube チャンネルにて、カバー曲。ザ・サイエンティスト2017年6月11日。YouTube チャンネルにてオリジナル。あなたの肩を噛む2017年7月20日。YouTube チャンネルにて、オリジナル。ティアードロップス2 0 1 7年8月15日。YouTube チャンネルにて、オリジナル。 I am not in love の魔法2017年10月1日 YouTube チャンネルにてオリジナル光る虫2017年11月23日 YouTube チャンネルにてカバー曲プレイングありがとうございます